はい、大体おはようございます。おはようございます。すみません、お待たせしちゃいました。いや、全然待ってないですよ。はい、僕はマトリックスパータグ所属の吉田隼人です。今日なんですけども、ちょっと、なんていうんですかね、ガチンコサイクル TV の YouTube の方の登録者数とか、再生数とか、もっと伸ばしたいじゃないですか。僕の中ですごいいい企画というか、いうアイデアがあったんで、今回呼び出させていただきました。皆さんご存知のドイレミアンリー、TikTok の500万フォロワーがいるレミタン。いや、そうなんです。あれを実はですね、そのブッキングしてるの僕なんですよ。だから、ね、今後1回はガチンコサイクル TV にも出てくれるっていう話だったんですけども、もっと出てもらえたらいいじゃないですか。僕のアイデアとしてはですね、レミタン、今まで自転車はちょっと乗ったことあると言ってたんで、自転車沼にはまるそうな、すごい自転車の良さをより分かるような自転車を こっちからプレゼントしようと思ってます。というわけで、そのレミタンを僕がちょっと今から電話で、呼び出したいと思います。で、僕に任せてください。合言葉はガチンコサイクル。はい、みなさんこんにちは。どうも、レミタンことドイレミアンリと申します。どういったご用件なんでしょうか、今日は。いや、レミタン、でも今日は急に呼び出して来てくれてありがとう。たまたま空いててよかったです。レミタン、ちょっと前に自転車欲しいって言ってたじゃないですか。はいはい、そうなんですよ。私、軽い気持ちで乗るつもりではいるんですけど、ちょっと街乗りだったり練習行く時に乗れるような自転車欲しくて、で、まあガチなやつっていうか、まあオシャンティーな感じの、自転車あったらなっていう感じで探してたところなんですけど。そうですね、まだおしゃれな自転車じゃなくて、まあでもそのちゃんとした自転車をガチンコサイクル TV からプレゼントしようと思ってます。いいんすか。プレゼントってもう今日もらえちゃうってことですか。そういうことです。ガチなやつ。ガチなやつ。ちょっともう早くください、早くくださいもう 今すぐ欲しい、はい、今すぐ欲しいです。ガチンコサイクル TV からレミタンに、はい、この自転車をプレゼントします。うわ、やばー。ガチのやつじゃないですか。もらえちゃうんですか、僕は。そうなんですよ。で、これはちょっとカゴとかはついてないんですけど、で、僕も本来はね、スポンサーとか関係なかったら、僕も乗りたいイタリアブランドのカレラっていう自転車なんですけど。わ、テンション上がる。もう想像のはるか上を超えてきましたね。いいんすか、本当にもらっちゃって申し訳ないんですけど。大丈夫です、これはもうガチンコサイクル TV の方から。やった嬉しい。いいですか、いいですか。じゃあ、すいません、待ってください、待ってください、待って行きましょうサイクリング、一緒に。いや、次やることあるんで、はい、まだ乗れないんですか。まだ乗れないですよ。次行きましょう、次。はい、ということで移動してきたわけなんですけれども、ここは一体吉田さん、どこなんですか。はい、ここは埼玉県にあるサイクルショップスピーダーになります。いわゆるその自転車屋さんっていうことですよね。いや、でももう完璧な自転車いただいてますし、これ以上何も必要ないんですけども、私。いやいや、レミタン、ロードバイクっていうのはスピードに特化した自転車であって、はい、で、なんていうんですかね、乗り手と自転車をマッチングさせるためにフィッティングっていう作業をしないといけないんですよ。ああ、なるほど。やっぱりその人に対してちゃんと体に合わせたように、ちゃんと細かい設定とかも変えないと、まあ、いいスピードも出ないし、クオリティも上がってないっていうことなんですね。そうです。めちゃくちゃ本格的じゃないですか。そうなんです。あ、やっと分かったかもしれない、ガチンコサイクルの意味が。あ、そういう、もうガチンコですね、確かに。なるほど、なるほど。じゃあやっていきましょうか。はい、せっかくなんでお願いします。はい、はい、サイクルショップスウィーダーでは日本に3台しかない ID マッチを使ってフィッティングを行います。レミタンの体に合わせてフィッティングいたしますので任せてください。
レミタンこれにてフィッティング終了です。はい、いやウェアにまで着替えちゃったんですけど、どうすか、似合ってますか。いや似合ってますねもう、はい、やってそうな感じですか。しますね。それも顔がこれだからでしょ。もうありますしまあでもなんていうんですかね、そのフィッティング中もすごいそのなんていうんですかね、本当に初めて乗ったんかなっていうその、はい、っていう感じをしましたね。へえ、あ、そうなんですね、はい、嬉しい。ちなみにこれどんな感じに、何をこう具体的に調整したんですか。いや一番変わったのはやっぱサドルの高さですね。お、はい、やっぱり普通のね、同じような身長の日本人よりも、うん、やっぱりちょっとね、レミタンはちょっと足が長かったみたいで。あ、はい、すいません、ありがとうございますもう良くないですか。乗せてくださいよ、そろそろ。そうですね、もう乗れますね、これで。じゃあ、行きましょうか。行きましょう。レッツゴー。どうしましょうか、皆さん。沼ですよ、沼。